セルゲイ・バレンティノビチ・スタドレルは、ソビエト連邦出身のバイオリン奏者、指揮者、レニングラードの生まれ。両親からピアノの手ほどきを受けるものの、レニングラード音楽院の付属音楽学校で、ミハイル・バイマンにバイオリンを習った。その後、レニングラード音楽院を経て、モスクワ音楽院に進学し、ダビッド・オイストラフとレオニード・コーガンに訓導を受けた。 1979年のロンティボー国際コンクールのバイオリン部門で1位なしの2位に入賞。シベリウス国際バイオリンコンクールでビクトリア・ムローバに次いで2位入賞。1982年のチャイコフスキー国際コンクールのバイオリン部門でムローバと1位を分け合った。式にも造形があり、2007年から2009年までエカテリンブルク国立オペラ・バレエ劇場の 音楽監督を務めた。1984年からレニングラード音楽院で教鞭を取り、1999年にロシア政府から人民芸術家の称号を贈られた。2008年にはレニングラード音楽院の院長代行を務め、2009年から2011年まで院長を務めた。ナクソス、ありがとうございます。